さて、どうしよう。葵のご飯ができるまで待つんじゃないのか。うん、でもその前に話を聞かないとさ。話って教授？え、よくわかったね。葵たちと話してるとき、教授がタクマのことじっと見てたり、そわそわしてたりだったからな。まあ、アグモンも気づいてたんだ。葵が忙しそうだけど構ってほしいときのラムラモンみたいだったぞ。いや、そういうのとは違うんじゃないか。まあでも、僕だって教授に聞きたいことはいろいろあるんだ。どこかで話さないとな。
です。教授。おや、タクマ君にアグモン。ああ、すまない。もしかして探させてしまったかな。ああ、いえ、見当たらなかったのでつい探してしまいました。壁画調べていたんですか。うん。ここ一層目と一つ下の二層目のものについてはかなり調査が進んだと思うよ。さらについ先日3層目も発見し、そこでも壁画を見つけたんだ。すごい。もしかして何か分かったんですか。どうかな。今の状況に役立つか分からないが。よければ聞かせてもらえませんか。ではどこから説明しようか。実はこの階層の調査はまだほとんどできていなくてね、壁画についても分かっていることは少ないんだよ。その上で解説すると、この壁画は何やら物騒に見えるね。そうですね。人間と獣でしょうか。みんな慌ててるように見えます。何か大きな力によって多くの者が悲しむような事態になった。見ただけで分かるのはそこまでだね。それぞれの壁画にはつながりがあるようにも思えるのだが、そうすると時系列がどうなっているのか。あの教授。ああ、すまない。思考に没頭してしまった。次の壁画に移ろう。とはいえだ、この壁画はあまりに謎が多い。何でしょうか。下の方では人間たちが苦しんでて、上の方はこれも獣神でしょうか。大陸から伝わった伝承に獅神というものがある。この獣神はその獅神の特徴と合致するような。それにこの上下に分かれた構図も気になる。古来より上は楽園、下は冥府を意味するものだが、なんとも言えんな。こじつけレベルの解釈しかできない。他も見てみるかい。区切られた2つの領域とそれぞれに立つ人型と獣。この壁画に描かれているのはおそらく我々の世界とこの世界ということだろう。なるほど。人間と獣神、
互いに別々の世界で暮らしているんですね。ただ違う世界というわけではないよ。世界の間をつなぐように何かあるだろう。世界をつなぐもの、これってもしかしてゲートですか？だろうね。ピエモンはこのゲートを開いて私たちの世界へ侵攻しようとしていたのだろう。ゲート、みゆきの他にも世界をつなげられる人がいたってことでしょうか？個人なのか広く伝わる技術なのか、いずれにせよ失われた技なのだろうね。これをご覧、非常に重要なことが描かれていると思わないかね。え？人間と獣がゲートに吸い込まれてる？そう、何かしらの原因でゲートに不具合が生じ、二つの世界へ飛ばされるものが出たのだろう。姿を消したものはもう一つの世界へ渡ったのだ。それって僕たちみたいな？ああ、神隠しと呼ばれる現象のいくつかはゲートの不具合によるものなのだろう。ゲートが開いた原因って何なんでしょう？さあ、単なる事故なのか、それともみゆき君のようにゲートを操作できる者がいたのか、今の段階では何とも言えないね。そうですか。他も見てみるかい？ここに描かれているのは獣神に祈りを捧げる人間たちと巫女の様子だね。人間と獣神が共存していたんですか？この壁画を信じるならそういうことになる。注目すべきはここ、巫女だ。他に比べて明らかに詳細に描かれている。古来より巫女は神の代弁者としての側面もあった。おそらく獣神と人間をつなぐ存在だったんだろうね。獣神と人間をつなぐ巫女。そしてこの壁画、タクマ君、君にはどう見える？凶暴な獣たちが暴れ回っている。50点といったところかな。よく見てごらん、家や人の姿があるだろう。あ、本当だ。なんだかまるで獣たちから逃げ回っているような。そうだね、私にもそのように見える。おそらくこれは私たちの世界で暴れた獣の姿を描いたものだろう。世界中に残る神話や伝承には時に怪物が登場するが、この怪物とは獣神ではないかと考えている。そうなんですか？まあ、この壁画を根拠にすればそうも考えられるという程度の仮説ではあるがね。さて、今説明できるのはこのくらいかな。ありがとうございました。勉強になりました。まあ、このサバイバル生活に役立つ情報ではなさそうだがね。あの、教授、みゆきは？ああ、そろそろ約束の時間だね。校舎に戻らなくては。あの、教授。聞きたいことが何なのかは分かっているが、それは些細な話に過ぎないよ。今は目的のためだけになることを知っていればいい。どういうことですか？何だったんだ。
メールか。え？メール？なんで？電波はないはずじゃ。また文字化けメールか。お？前よりも少しだけ読めるようになってる。ところどころ読めなくもないような。たくま、みんな待ってるんじゃないのか。あ、そうだった、すぐ行こう。だったんだな。そしてたくましくこの世界を生き抜いていた。すごいや。おーい、たくま。ミノル、みんなと話してきたんだろ。どうだった？みんながこの10日間大変な思いをしてきたんだなって分かったよ。霧は濃くなってく一方で敵の襲撃もずっと続いてた。それにみゆきが。みゆきが？あっと、いや、その、みゆきのことなんだけどさ。あ、うん。僕は元の世界でみゆきと一緒にいたんだ。異世界とのゲートをつなぐとか鍵だとかいろいろ言ったけど、あの子は久しぶりの元の世界の変わりように驚く普通の女の子だったよ。なあ、ミノル、ミユキのことを話してくれないか。ああ、そうだな。タクマにはちゃんと話しとかないといけないよな。あれ？ねえねえタクマ、霧がまた濃くなってない？本当だ。やばい、来やがった。なんなんだこの音。食堂の方から聞こえてくるよ。葵さんの警報だ。敵襲の合図だよ。行くぞ。みんな集まって早く。あ、たくまくん遅いわよ。あなたたち、ごめん。何が起きたんだ。たくまくん、どうやら約束を果たせそう。約束って？ミユが後で話すって言ったでしょ。彼女ならあそこにいる。タクマ、近づいちゃダメだ。みゆき、敵を連れてるぞ。哀れな生贄どもよ、神羅万象、偵察与奪は我が心のままに。今こそ何じゃが運命は突き果てようぞ。何を言ってるんだ。みゆき、どうしちゃったんだよ、みゆき。みゆきちゃんは主のよりしろになっているのよ。意識を乗っ取られていると言えばわかる。主って、あいつのことか。そうだ、僕だ、たくまだよ。わかるだろ。
雪。返事をしてくれってなあ、雪。タクマ君、ショックかもしれないけど、これが私たちのこの数日向き合ってきた現実なの。おめえよ。構えて、襲ってくる。迎え撃つわよ。任せておけ。私が動こう。番が来たんだね。俺に任せておけ。私が動こう。俺の力も上乗せしよう。番が来たんだね。よし、俺の番だ。俺に任せておけ。続けていただけます。番が来たんだね。
り巻きは片付いたけど、残りはみゆきただ一人。やるのか、みゆきを。たかが一人の生贄が増えただけで、こうも手の多くなるとは不思議よ。これからも抵抗されると面倒。まずは他の生贄に力を与えた。お前から片付けようか。来る。でも。何やってんだよ、タクマ。このままだとお前やられちまうぞ。だけど、みゆきはみゆきだ。倒せるわけがないじゃないか。興味深い。じゃが所詮は生贄。情に流され、判断を見誤る。やめてくれ教授。みんな彼女を、みゆき君を攻撃しないでくれ。首相じゃな、さすがは年の子。何時のようにみんな素直ならよいのだが、どれ。ダメだみゆき。あいつは何をする。まとわりつくな。みゆき、私だよ。わからないの。邪魔。あのよりしろの意識などもはや消え果てておる。情に訴えようとしても無駄、無駄。みゆき、思い出して。私たちずっと一緒だったじゃないか。獣よ、貴様を見ているとなぜかよりしろの心がざわつく。故に他に先んじて食らうてくれようぞ。このまま夜道へと。そうはさせん。教授、食らうというなら私からだ。みゆき君を支え続けてくれたこの子に手をかけさせるわけには。何を意味のわからぬことを。ずっと支えたな。みゆきくん。一体何が。気がついてくれたんだね。これって。
ミユキ、ダメだ、奴にまた飲み込まれる。逃げて、ハル、早く逃げて。なんで私じゃないんだ。みゆきくん、あの船ごとき、まだ抵抗する力を残すとは。まあよい、いささか力を使いすぎた。ここは一度引くとしようか。前に次の襲撃に備えましょう。立てるか。さあ僕に捕まって。離せ。全てお前たちのせいだ。お前が現れなければ私はずっと、何よりも大切なお姉ちゃんとみゆきと一緒にいられたのに。